第12代ウォリック博、トマス・ド・ビーチャムは、イングランドの貴族。国王リチャード2世の側近を非常議会で卒追した、卒追派貴族の一人。ウォリック博ら卒追派貴族5名と、国王リチャード2世、第11代ウォリック博、トマス・ド・ビーチャムとその妻キャサリンの次男として生まれる。兄は父に先立って死去したため、1369年11月に、父が死去した際には、 彼が、ウォリック白衣を継承した1373年には、ブルターニュ教習直後のジョン・オブ・ゴーンとのフランスでの作戦に参加したが、この作戦は失敗に終わった。1376年の全領議会では、貴族院の代表委員会のメンバーの一人となり、庶民院と共同して政治改革を推進した。1381年のワット・タイラーの乱に、際しては、 鎮圧に派遣された者の,の一人だった。1385年のスコットランドでの作戦でも、リチャード2世に従って出陣した。しかし間もなく、グロスター公トマス・オブ・ウッド・ストック王子と、第11代、アランデル博、リチャード・フィッツ・アランの二人と共に、オックスフォード博兼アイルランド公ロバート・ドビアーラ国王側近を議会で卒位することを求める、卒位派貴族の一人となった。 ただ、ウォリック博は、グロスター公やアランデル博のように王都の個人的確執から卒位派に参加したわけではなく、どちらかというと、アイルランド公を危険視していたために参加していた。そのため卒位派貴族たちの中では、リチャード2世の範囲に慎重派だった。卒位派貴族たちは1386年10月の、 議会で国王に敗意の可能性をちらつつつ、かせて脅迫しつつ国王側近の初代サフォーク博、マイケル・ドラポールを弾劾して、東国に追い込んだ。ついで1387年秋には、国王側近のアイルランド公とサフォーク博を批判する、訴状を議会に提出した。同年末にソ卒イ派貴族の軍は、国王の支援を受けて編成されたオックスフォード博、率いる軍を襲撃して、 ラドコットブリッジの戦いで破った。これにより卒位派貴族が宮廷と議会を掌握するに至った。1388年には非常議会を召集して、庶民委員の賛同も得て、国王側近に次々と死刑判決を下した。しかし、リチャード二世敗位については、後継者について、諸公の意見が一致しなかったためにさたやみとなった。 さらに1388年秋の議会で庶民員と貴族員が対立する中、国王が朝廷役として手腕を発揮したため、国王の権威が回復し始めた。1389年5月に国王は青年と申請を宣言し、グロスター公やアランデルハクラを解任した。リチャード2世は、 申請開始宣言からしばらくは1382年から1386年の超新政治に戻ろうという気配を見せなかった。しかし内心では訴追派貴族への復讐の機会を伺っていた。そして1397年7月に、ウォリック博はグロスター公やアランデル博と共に逮捕された。グロスター公は議会の裁判に連行される前に暗殺されたが、 ウィリック博とアランデル博の二人は9月の議会で裁判にかけられた。そして1386年から1388年の訴追派貴族の行動は大逆罪に当たると告発された。アランデル博は死刑判決を受けたが、ウォリック博は罪を告白して国王の慈悲をこうたため死刑を免れて満島終身流刑判決で済んだ。 1398年には、ロンドン島に投獄されて、再付託にかけられていたが、1399年8月に、リチャード2世が王位を追われて、同じ卒位派貴族の仲間だったヘンリー・ボリングブルックが、ヘンリー4世として即位したため釈放された。気を良くしたボリック博は、 1399年10月のヘンリー4世治世下最初の議会に出席すると1397年に自分が行った罪の告白はすべて虚偽である旨を主張しようとしたがヘンリー4世に止められた。1401年7月8日に死去。借位は息子のリチャード・ドビーチャムが継承した。1369年11月13日の 父トマス・ド・ビーチャムの死により、以下の借位を継承した。1381年より以前に、第3代クロービーのフェラーズ男爵、ウィリアム・フェラーズの娘マーガレットと結婚し、彼女との間に借位を継承するリチャード・ド・ビーチャムを、設けた。ありがとうございます。